アメリカのね中間選挙結論が出ましたね上院は民主党がなんとか保ちましたが下院は共和党が過半数を取りましたですから上院下院でねじれが生じたということですよねこの前にトランプ氏出馬表明ということですがまあ、結局共和党優勢と言われていて上院下院ともに共和党が取るんじゃないかということが言われていたんですが思うほど共和党票が伸びず上院は民主党が制したということですよねですからまあねじれ起きてる だし下院共和党を取ったんだからいい感じで頑張ったんじゃないかななんて思ったらそれは日本人の感覚なんですよね。というのは新しい大統領が立つと2年後の中間選挙は 必ず与党がが負けるるっていうこれジンクスがあるんですよねですから上院下院ともにひっくり返ってもまあまあ予定調和というか下院だけひっくり返るだけだったらまあまあどちらかといったら体制側与党側が頑張ってるねっていうことになるのでですからこれほどね共和党が制するんじゃないかって言われながら、まあ、ねじれ程度で終わっちゃったということはトランプ氏の責任問題に今発展しているというように書かれてるのはそういう意味合いですよね。ですから期待されるほどトランプ関係 票が取れななかったとということなんですけども、まあ、だからこそ共和党でね大統領選に出るということを出馬表明したのはトランプさんが今回第1号になるわけですけどもこれはどのタイミングでね必ず出てくるだろうなと思いましたけどもねだいぶ早いタイミングで出馬表明をしたなという印象です。トランプに勝ち目はないんだっていうふうに人文なんかも書いてますしむしろトランプさんがね出馬表明するっていうことは民主党に追い風だっていうね。トランプじゃ勝ててないっていっうことを 言いたいんでしょうねでも私は本当ですかと思うんですよだって前々回の大統領選でトランプなんて勝つわけがないとみんな言ってましたよねでもどんどん伸びていって直前まで絶対にトランプは勝つわけがないと言って投票日迎えたらあ っていうことになっっって勝っちゃったわけですよねあれを見てますからねこれ2年前の段階でいやーこれは悪材料だとか無理だなんて言ってる人たちの言うことって何の意味もないですよそんなもんね選挙なんか票を開けてみないとわかんないですからね武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。